っこいいことをしたくないっていう感覚あるじゃん。かっこいいかもしれない。でも YouTube にやってる人の多くはかっこいいと思われたいとかがあるわけじゃないですか。そこの差は何なん？いや、かっこ悪いことってすごいかっこいいじゃないですか。江頭2時50分、出川哲朗、うん、まあね、そう亡くなっちゃうけど、上島竜兵、かっこ悪いことしてる姿を男ってやっぱすごいかっこよく見えるから、うん、僕やっぱ男の子にかっこいいと思われたいから、かっこいいことはしたくないんですよ、あんまり。ダサかっこいいみたいな。その感覚ってどうなんだろう、変わんないのかな。なんかほら、普通の人ってやっぱりかっこよく見せたくなっちゃって、例えばドリフっていうのをやってた、いかりや長介さんは最後は役者になって、なんか味のあるかっこいいおじさんっていうポジションに行っちゃったりしたんだけど、うん。だからなんか普通、なんか人ってだんだんその本当にかっこいいを目指したくなっちゃったりするもんなんじゃないの？え、だから俺ももしかしたら60ぐらいで役者に目覚めて、その、やってるかもしんないけど、今はまだね、やっぱり。いや、だから僕の場合は女性人気捨ててるのが相当でかいと思います。ああ、はいはいはい。男性人のことだけしか考えなくていいから、男性の格好悪いことに対する許容範囲ってめちゃくちゃ広いじゃないですか。確かに、そっか、確かにね。あの、変な話、うんこ食ったら引くだろうけど、女の子はもう離れていくけど、男はずっと、お前気持ち悪いよって、やっぱね、その、いじってくれるというか。確かに、あの、うんこ食うやつは友達になりたいって思うよね。でしょ？なりますよね。うん